さあ始まりました亀次郎の夏です。また木のね形が変わっていつもと違う形になって水も少し増やしてるみたいです。なので仁王立ちしてもギリギリ届くか届かないぐらいで鼻先がちょっと出てるぐらいだよね。本当にギリギリ鼻先が出てるぐらい。その分首とか手とか足とかが伸びてるんじゃないでしょうか。ギリギリだね。本当きつそうです。このままね何回も転んだりしてるのをね確認してるんだけど、今はね上手に息を吸っています。空気がうまいだろうね。うん、いっぱい吸ってるね。呼吸っていうのはやっぱ大事だからね、基本です。人間もねやっぱ吸って吐いて吸って吐いてが基本なんで、亀もねそこら辺は一緒でしょう。さあ iPhone の裏写りがひどいですが、ギリギリ出てるところは見えましたかね。こんな感じです。手のね置き場所に困っているような感じはしますが、何も考えてないのかもしれません。結構吸うね。足がピーンとなってるよ、ほら足がピーンってなってるんだよね。これだけ見たら何なのか分かんないよね。これだけ見て亀って分かるやつはかなり天才だよね。ここまで見ないとやっぱ亀、おお口をゴクゴクしてる。あ、水を飲んでるっぽいな。あんまりあんな口のこの喉のところをゴク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 することはなかったんだけどね。あまり見ない感じですね。ほら分かるかな、ここがゴク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 なってるでしょ。ほらゴク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 、あんまりこんな行動はしてなかったですよ。おっと、今避けたね。なんで避けたかっていうと、誰かが手を出したからですね。さて、さあ指とご飯を間違えるかな。さあまた指を出したぞ。でも今回はあんまり見てないようですよ。さっきのでびっくりしたかもしれません。どっかに餌は落ちてないかな。どっかに餌が落ちてたらいいんだけど、餌は落ちてないようですね。おっと、上には鎌次郎がいた。びっくりした。さあ動きが止まってしまいましたね。大きく息を吸って深呼吸をして、どうやら落ち着いたようです。さあ手が映ってます。気づいたんじゃない。気づいたっぽいですね。指に気づいたっぽいです。お、見ましたね。指を見てますね。ほら、お、指を見てますよ。おっと、餌が出てくると思うと、おっと、落ちてきて、おっと、近づいてきましたよ。さあ、指を見ている。お、違う。危ない、危ない。騙されないぞ。今日は騙されないぞ。もう今日は騙されないぞって言った感じでしょうか。さあ、指を近づけていますよ。お、見つけたかな？お、指の方向を見ていますよ。さあ、どうなる？さあ、どうだ？さあってどうだ。指を見て、あ、見てるね。ほら指をねちゃんと見てるよ。これだ。何ですか。さあ呼ばれてどっかに行っちゃったんでね。さあ指に気づいたようです。なんか割れた。さあこの木はちょっと登るのは大変だぞ。登れるようになったのか。いつもと角度が違うからね、登るのが大変だと思うよ。あ、息吸ってるね。顔を出してます。見えるかな。さあどうだ、指を。えっ、くしゃみですね。お前のせいだ。あのびっくりして隠れたじゃねえか。落ちる。あっちで、あー、滑る。あっちでしろ、パパ。あっちでして。くしゃみ？うん。ごめんね。びっくりするから、カメ。最初ここ穴開いてるからびっくりしたやん。さあって、もう餌はじゃないのが分かったかな。お、反応した。指に反応した。さあどうする？さあどうする、どうする？ちょっと。あ。おー、滑った。なんかパパのこと見てんじゃない？もっと上を見てない。おい、ファックすんな。
餌をあげるように見せかけて餌くれないとかってのは一番きついよね、多分。ファックスな。さようなら。